受験の前とかにカツ丼食って士気高めてるけど本当に効果あんの？やりまーす。どうしたの？武蔵とモッチです。カツ丼食べますか？はい、食べます。まあ食べます。まあまあカツ丼食ってなんかカツみたいな、クソみたいな文化あると思うんですけど、はいはいはい、そんなわけねえんだと。まあね、カツにカツ栄養分入ってねえから。確かにな、ゴロやんと。いやそう、努力しろっていう話なんですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ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 、はい、一旦その迷信は飲み込みましょう。はい、まあ、カツ丼食ったらカツみたいなのがあると思うんですよ。はい、であれ実際にパワーが出たらすごいじゃないですか。確かにね。そんなもうカツ丼バカ売れですよ。そうだね。キットカットとかカツ丼バカ売れですけど、確かに確かめてこうよと。なるほどね。うん、今回検証方法としては、はい、カツ丼を食った人、カツ丼を食ってない人で3番勝負しまして、はい、まあ、カツ丼食ってる人が3連勝するよねって話です。なるほど。はい、で3本勝負内容としましては、はい、技術のダーツ、はい、ダーツ、体力の筋トレ、筋トレ、運のスクラッチということで、はい、このもう3個の能力を全部カツ丼で高めていけたらいいなと、はい、なるほど、思います。はい、なるほど。で一応ちゃんとしたデータを取るために、まあ、カツ丼を食う前に素の2人がその3本勝負します。で負けた方がカツ丼食いましょう。わかりました。うん、そうだね。でカツ丼食った方が圧勝してエンディングと。つっちゃっちゃう、つっちゃっちゃうですというわけで今回はカツ丼食って勝つっていう迷信を本当か確かめていきたいと思います。やっていきましょう。はい、今回の被験者は、はい、一応僕と乗せの予定なんですけど、はい、いいですか？全然いいです。やりたいですか？いや全然もうお腹いっぱいなんで俺さっきじゃあここで検証していきたいと思います。はい、まあ、一番なんかバランスいいと思うんで。まあなそうだね。もっちゃちょっとちょっとザニ、まあ、あのちょっとザニはザニなんよダーツから、はい、やっていきましょう。はい、はい、あら、勝っちゃうんじゃないんですか？やばい勝っちゃうんじゃないんですか？ごめんなさい、すいません。なんか、まあ、俺負けるちょって発言だったけど、すいません。うわ終了じゃん、もう。ありがとうございます。おー、400ね、ちょうど。カツ丼食う前は。そうだね。一生ということで。うん、はい。じゃ続いて筋トレ。筋トレしますか？腕立て伏せを。はい、これどうしますか？耐久レースにしますか？腕立てはまあなんか1バーンみたいな。そうだね。春樹の腕立て伏せ、よーいスタート。1、2。20、21。いや頑張ろう頑張ろう。22、23。頑張ろう、もっといける、いける。24、35、30。あー、23ですね。潰れたわ顔真っ赤になって耳が。この赤さを見てもらえれば限界ってのが分かると思いますが、本気ですね。あのプライベートだったら15ぐらいでやめてまして本気がゆえの23。それでは野瀬くんのチャレンジ、はい、よーいスタート。1、2。ちょっと低くないですか？ん、高くないですか？高くないですか？3、うん、20。あと3回。21、ね、超えよう。22 23 24 25。あー OK でーす。よし、とりあえずちょっと浅かったけどね。まあまあ厳しく言ったらそうなっちゃうのかな。わかんないけど、俺深かったもんね結構。まあ深くはあった。まあまあまあでも、まあまあでもでもそんな変わんないから結構まだいけそうな感じではあったんで、まあ勝ちではあるんじゃないかなと思います。すいません、普通にカツくなんか全部ロビンだ。全部ロビン、これしかなかったです。マジ全部売り切れちゃってさ。ロビン人気な、ね、じゃあ選びますか、じゃんけんで。はい、そこも運なんで、はい、かもう勝ったやつだけ選んでいきましょう。分かった。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょう。感じてるこれかな、これが一番熱かった。300万を感じてる。最初はグー。じゃあ削っていきますか。はい、はい、まーす。はい、後藤って200円。当たりました。え、本当に？え、後藤200円。ええー、マジで当たってんじゃん。いや俺も後藤チャンス。
や、後藤ちゃんさんも当たりなんだよ。後藤キャニ危ねんのか。ダメだ。はい、僕こう来たわ、ごっちゃん。ごっちゃん来ました。え、マジマジごっちゃん来ましたね。あー、これ本当はごっちゃんか。じゃあ俺6枚中2枚当たってんのすごくない？結構すごい。引き分けだ。引き分けかい。一番微妙だよ。引き分けかい。じゃあ僕が0勝、0勝なんですよ。そうじゃん。まあ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 、僕カツ丼食べるんでこれから。うらやましい。本編こっからだよ。そうだよ。めっちゃ匂い。これ食べて勝つ力つけますよ。勝つだけにね。うらやましい。カツ丼普通に。いただきまーす。うわ、いいな。マジでうまそう。普通にめっちゃ食いたいカツ丼。なんか俺が負けてるみたいになってるけど。勝てそう。めっちゃ勝てそう。浅はかだな。ちゃんとね、出汁が効いてて、深みのある味わいですね。お腹いっぱいにしていいじゃん。お腹いっぱいになっちゃってるよ。食うなよ、勝手に。勝手に食うなよ。あ、勝ちたいからって。わかった。おい、なんすか？見てるぞ。そこの隙間か。気にすんな。残ってるよ。食べた時にするよ、これ。おー、食べました。うーん。オーラ出てるわ。この流れでいっちゃいます。ダツいくか。まだダメージを負っている。ひどいやん。まあさすがにカツ丼一杯食ってるんでね。だってカツ4キロ食ってるからこっちは。え？頑張れ。やめてそれ。まあ、あのね、筋トレのせいでね、腕が変な感じになってんだよ。本編見応えない説あるダーツ。あるひどやったー。はいしょ。あれ、カツ食ったんでしょ？これはさ、筋トレが悪いじゃん。筋トレ悪い？だってお前筋トレ余裕じゃん。余裕じゃない。俺限界までやった腕だもん。検証結果、カツ丼を食ったやつは言い訳をする。俺が数えていこうか、春樹のペースで。あ、いいよ。いきます。1 2 3 6 7。はっ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 。大劣化。ダメだ、もう後遺症が。筋肉の疲労はカツ丼で回復できない。やる俺。いや、わかんねえ。お前は5の可能性もあるだろ。まあ確かにな。いいっすか？はい。はい。浅いな。浅い？まあいいじゃないですか。2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあスクラッチやるか。スクラッチで大逆転300万円あるから。確かにな。いや、さすがに当たっちゃうよ、マジで。だってカツ丼食ってんだもん。だよね。また6枚買ってきましたよ。おう、じゃんけんぽい。おう、上から3枚でいいや、もう。いやいや、できました。勝者がそういうのは別にいいけどね。まあね。いや、ちゃんと温度感じるよ、俺は。なんで？あ、これ。これでね、何万とか当たったらもう今までの全部取り消しでいいと思う。じゃんけんぽい。おうおうおう。
勝ってる、ね、これこれ絶対これ。そしたらまあ削りますか。うい、削れ削れ。これでマジで満タン屋だったらもうカツ丼のパワーを証明したとことになってもいいと思うんで。おお、なんだって後藤。おお、当たった来ました。当たるに普通に強運だぞ。あ、おあ、何吸ったこと。おーい、おーい。ラスト1枚、ラスト1枚これで逆転しないと4等チャンス。4等当てたらもう多分勝ちよ。あーあ、ダメなんか。3等チャンス。やばい、5等の XL 来た。何、5等の XL。 終わったやばい。何、5等チャンス。5等チャンス、ごっちゃん、ごっちゃん、ごっちゃん来ました。ここを削って三味線だったら俺の勝ち。いけ。あ、違うか。ハズレです。当てて終わろうよ、それ。ってことはまた2勝引き分けですね。マジでカツ丼食っても変わんない。ありがとうございました。ありがとうございました。